どろんど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 ん有楽町ディオにやってきたよ。おはようございます、琵琶湖です。さあ、年を重ねました。年を重ねて1回目の琵琶湖チャンネル波物語、撮れましたよ。寝台抽選最後最後尾だったんですけど、みんなスロット行ってしまいました。そんなわけで今回、シダでもやらせていただきましたが、地中海やろうと思っております。まあ、ラッキートリガー入るまではやりませんよ。入ったらいいな程度にやるんで、今日はですね、本当になんか野球の合間とかに見ていただけたらなと思っております。それでは実践スタートです。どん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 行ってくれよ。はい、なめっぷしてるわけじゃないです。あのパチンカあるあるで千札が結構溜まってきたんですよね。最近ちょっと実践が多かったんで。いや、なめてはない。こうやっていこう。じゃあはじめまして、地中海よろしくお願いします。なんか液晶綺麗、綺麗というか、なんかちょっと青っぽいよね。海の色が青っぽい、澄んでる気がする。はい、あ、多分あ、これ1500やりました。あとなり？これさ、あとなりやったんですかね。とりあえず奇数が当たったので、6ラウンド。50% なんだってよ。 50% もあんのかな。よし、リッチ。あー、惜しい。当たれ。あ、惜しい。くー、ダメでした、1回目は。うわ、変な動き方すんな。ザンホールでかかりましたね。え、当たりだよね。当たりじゃないのかな。あ、でも 75% だもんな。はい、よし。ザンホールで多分剣牌で当たりじゃないかなと思うんですけど、やりました。で 75% ですね。で、こっから 2% なんですよ。泣かない？泣かないな。なんか長い時と短い時あるね、変動がね。これ長いよね。すげえ長い。え、めっちゃ長い。あ、サイレント。地中海といえばサイレント。プレゼントだよ。あとなりだな。ないの？ないのか。よっしゃい。これは下でも入ってたってことか。いや、全然いいでしょう。 V 出た時かな、2%。ああ、ないのか。V
ただでも 2% 引いたらとんでもない演出が起こりそうですよね。 2% 引いたらあそのプレミアムバケーション約 95% と。あっどうもどうも。あんまバリ開きやすぎたよ。大丈夫。なってない。ないのね、せいさん。はーい。へよお姉ちゃん。ちょっともうちょっと、なるやつでやってみたいと思います。サイレントサイレント早ー。おお、フグ3匹、フグ3匹。これでタツノオトシゴやったら暑かったやなと思ったんですけど、はー楽しい。そうか、沖縄の系譜か。じゃあ押してみましょう。あ、赤だ。写真撮ろう。撮って、まる。あ、一回だけっぽい。あー、どうもありがとう。やっぱね、89はいいね。非常にさあ 50% 頑張ろう。超ロングだと熱いね、やっぱりね。白でしたね。ラスト回転テンパイした当たりかな。はい、今回はダメでした。はい、結局テンパイした後になるね。ということでちょっとじゃあ地中海モードでやってみたいと思います。でも90って言ったら白海だよね。懐かしいよね。白海打ってて6000以上超えたらすごいなんか嫌な記憶があったもんな。ずっと白海打ってたもんな。てかさ、90ってさ、今の昨今の ST より当たるっていうね。しかも戻し3個やし、ほんと今のところ心が穏やかだわ。今のところよ。だ90が全然いけないとかだったら多分結構切れるんでしょうけど。当たります。ならずに。ぼーっとしてた。お、持ち玉残り82個。誕生日おめでとう私。あー、当たるんだね。しかも白でしたね。長い長いと思う、これ、さすがに。
あー惜しい。こっちか、惜しい。あーでも当たるからね、当たったの見ちゃったから。頑張れ、乗るよ。あーまた今回もダメっぽいな。24、48、これ引けてても、あ、あ、あー気持ちいい。ガラ、あ、なった、懐かしい。あー、あー緑、あぶだ、あぶだ、外したかと思った。ありがとう、しびれた今の。よし、まだ1500円の夢がつながっております。さあ行きましょう。おー、あー懐かしい。はあ、嬉しいね。はい、まあ、最初の 50% がこの出玉の肝なかなっていう気はしてきましたね。やっぱり出玉も取れてさらに44か48になるから。おいったったった先読みやな、これ。次かな、これかな、これではない、次、次か。おー、ブ先生、赤、あ、白、自分がなんか、あ、いや、自分がパチンコマイスになったような気持ちですって言おうと思ったんですけど。わーい、これだと抜けてたね、さっきのね、貝だけね。お、なかなか色っぽいぞ、マリンちゃんが。ちょうど2000発。なるほど。なるほど。外れた。ナリと魚群外れましたね。お。回転開始時ナリだ。なるほど。あ、しまった。ダブった。わあ、マジか。あー緑。めっちゃウリちゃん下から出てきた。
すごい下からアスカ君みたいに出てきた。いやーご機嫌だわー、私今日店員さんイケメンだし普通に当たるし、誰ならず閉まれ、あポチ、あーしろ、ダメでした。今のところ初当たりに対して、4の2ですね。あ、しまった。あ、めっちゃレインボー、ミラージュ2連敗。お、乗った。プレミアらしきものは何も出てない。めちゃめちゃロング、うわー、なるほど、めっちゃプレミアでしたね。これ3式を出してもよかったんじゃないかな。3式の100途中のさ、桜っぽい感じで、まあなー、ゆっくり期待しようの台だと思うんですけど、2種類、3種類ぐらい出してもよかったかな。いやー、どんどん生活が荒くなっていく。300はないやろ。ノンカスタムにしてみました。お、ボコボコ出た。やっぱりカスタマイズ着ると、ちまい予告は出ますね、背景の。3、4でもダメか、走れ。いっぱいが増えてきたけど全然ノーマルやな。1万円1500円に引っかかったのにな。お、めっちゃ早かった。めっちゃ早いのは多分偉いのかな、知らんけど。はぁ、当たった。9500円、3倍ちょい。やっぱノーカスタムやっぱ面白いな。ミラージュのノーカスタムでやってみたいと思います。あ、上から指導。あ、そういう感じなんか、なるほどね。え、先読みなんかな、行読みなんて言いましたね。そっか、メリハリだとこういうのが出ないのね。閉まれ、閉まった。8時8分、あれ魚群出へんで、これ泡の泡な、読んでいい。え、バカなの。はい、都合4連単です。結構難儀やな。これ、
90分の1もそうですけど、右の34が当たらないと結構お金は入るというよりも負けますね。乗った、あぶねえ。13、14、15、なんでこうなったんやろうな。もう無理よお前、マジ仕事せえよ。満件2枚目なんで。さあサイレント、落とし子は、落とし子は、白いけど大丈夫。なんぼやこれ。1万5千、2万5千、2万9千。しんど。どうやって当てんねん。だいぶ長いぞ、だいぶ長い。あーならず、長かったけどな。これも泣かない。やっぱり海モードですよ。そうか、ノーマルイチの時点でおかしいと思わなあかんのか。あ、そっか、やっぱ長いと結構チャンスなのかもね。ノーテンパイかよ。なんかちょっとまあ短いか、さすがに。あ、来た。なってない。3万500円か。じゃあ宿敵、お
前だ。しまれ。しまらないとほとんどダメなのかな。だからウリンちゃんのこの動作なとかに強弱あるんでしょうね。なんか動け動け動け、多分ラッシャーがテンパイした当たりやろ。ダメ、やっとラスト回転。銃使うかな、もう。6。ちょうど出てる。しまれ、しまった。くだろく。なんで左なん。わあ。もう許した、和解した。右のね、50回に来たらなんか行けそうな気はしなくもないんですけどね。もう急にテンパイシーンとかマジやめてくれるもん。先っぽ閉まってマッシャーってなったよな。ラブリーいたよ、クジラブリー。関係ないの、関係なさそうや。クジラブリーいたら保留にテンパイがいるとか。どうやったんやろ。どうやったんやろうな。だってクジラブリーなんていなかったよ今まで。いた？いなかったよね。ほら。ラブリーは何なんだろう、クジラブリー。やっぱりそうなんかな。つながったー、つながったー、ありがとう。同時でし、あ、いっぱいいる。けど赤かったよ。よしよし、地中海ボード面白いかも。やっぱりおらん。そうか、やっぱりおらんかったな。はい、今通常時戻ってメリハリにしたんですけど、メリハリの曲に 100% とかでもいいかもね。まあこういうのは別に通常時を楽しむ台じゃないという、まあ楽しむ台っちゃ楽しむ台なんですけどね、90分の1で、
になる。ギュグンとか外れたらすごい嫌じゃない。だったらもう鳴らしてギュグン出るかどうかみたいな戦いして、で右に備えるみたいな形でいいんじゃないかなっていう気はしてきましたけどね。お、待った。ギョグンで 100% ギョグン。そう当たった。あ、やった。このね、多分2ラウンド分が結構でかいと思うんだよね。諦めよちょっと用に寄ってんない。どろんど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 ん収録終わりましたよ。ご視聴ありがとうございました。まあまあ負けました。2万5000円ぐらい負けたのかな。最初の1500円でね、しばらく遊戯できてたんで、そのまま行ければよかったんですけど、途中あの牙を剥いて2回ぐらいひどいハマりが食らいましたね。あそこがお金が入った要因なんですけど、まあ私海物語系であまり心が折れることがなかったんですけど、今回の地中海はね折れました。まあ、50% の壁がちょっと重いというか、入ったはいいけどスルーっていうのがすごい精神的に来てたのがこう積み重なって、でちょっと最後折れてしまったんですけど、ただ地中海はそうですね、1万円入ったら、コンディションが良ければ、めちゃくちゃ良ければ1万円入っても戻せるかなとは思うんですけど、まあ普通の感じやったら、まあ、1万円でやめといた方がいいんじゃないかな。 2% を狙って頑張るっていう機種ではないんじゃないかなと思いました。すごく運用が難しいと思うんですけど、コンディションを良くしたところでそんなに赤が出ない機種だと思うので、なるべく穏やかに使っていってほしいなって思うのが、どうなんだろう、そこそこのコンディションで運用していただければ長く動く機種だと思います。あの戻し3個で90分の1って、まあまあ最初の午前中は割と遊びやすいなっていう感じだったんで、まあ、あれをちょっと繰り返していくゲーム性だと思うんですよ、ね。4ラウンドは6ラウンドか、どっちも20回のチャンスタイムがあるんで遊びやすい機種だと思うので、ぜひ、一番握りしめて打っていただけたらなと思っております。それでは皆様、チャンネル登録、チャンネル高評価、いいね通知、よろしかったらお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。さよなら。帰るよ。どん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 帰ります。どん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 。